10、10空襲で米海軍が撮影した日本陸軍西原飛行場の写真の1枚。米海軍に与那原飛行場、上空7000フィートから撮影。与那原飛行場は第二次世界大戦中に沖縄本島に建設された米軍の飛行場。与那原と名付けられているが、実際には北にある西原町、一部中ぐすく村に立地していた。もともとは、 日本陸軍が東飛行場として建設したもので、西原飛行場、小那覇飛行場とも呼ばれていた。米海軍の与那原飛行場は1959年に変換された。名称、東飛行場場所、西原村麻生那覇、伊保1944年3月、日本陸軍は小型特攻機用の飛行場として、さらに新設の飛行場建設に着手した。工事は、 国馬組が受け負った。4月中旬に第3飛行場中隊が約39万平方メートルの農地を接収し、5月10日に飛行場建設に着工した。農作物の保証金を支払うということだったが、土地代は支払われないままになった。800メートル X200 メートルの滑走路という当初の計画であったが、時給線を重視する。 第32軍の作戦変更により工事は進んでいなかった。1945年10月10日の10、10空襲で、米海軍は西原飛行場を撮影し、下記のように分析している。後に、与那原に進行した海軍はここに、与那原飛行場を建設する。三小級日本軍が沖縄に建設した15の 飛行場アメリカ軍は1945年4月1日に沖縄本島に上陸5月10日頃にこの飛行場の一帯を占領した。日本軍との戦線がさらに南へ移動した6月になって第145海軍工兵大隊,隊は紹介任務と爆撃任務のためのかつ高級的なアスファルト走路建設を開始した。8月15日 6500フィートの滑走路を備えた、ヨナバル飛行場が完成、海軍機の運用の準備が整った。PB4Y 昇海爆撃機を持つ、海軍第124昇海爆撃飛行隊が、ヨナバル飛行場を拠点に1945年10月から12月まで活動を行った。また、1945年10月9日のアクネ台風では飛行場も、 大きな被害を受けた。1955年5月、アメリカ軍は、今度から反基地運動で移転を余儀なくされた第3、海兵士団第1海兵航空団の移住を発表し、まずその移転先を、沖縄の那覇海軍航空施設や防浪飛行場に求めたが、空軍などが反発、与那原飛行場への移住が検討された。米海軍は、 那覇基地を上回る1855エーカーの土地と、それに伴う6000人規模の人員の移転が必要だと主張した。1956年10月、しかし、米国民政府は、住民の移転先がないことや、西原村長が、社体党であり、さらに、アジア全域に、反米感情を煽ることに利用されることを強く危惧し、与那原移転案は消滅した。結局、 第一海平行空団は普天間飛行場に拠点を置くことになる。1957年8月14日、海軍司令官は在日米海軍司令官に与那原飛行場を予定地として処分するよう指示し、同時に宮古島に滑走路を建設するための土地接収計画も中止となった。1959年、与那原飛行場は返還された。与那原飛行場 発射直前のオネストジョンオネストジョンは、米軍が開発した初の核弾頭搭載地、第一ロケット砲であり、状況に応じて、通常弾頭と核弾頭を使い分けることができた。国防総省の歴史には、1957年12月から沖縄に配備されたとあるが、沖縄公文書館が所蔵する米国陸軍。 通信隊資料では、1956年1月に、カデナ基地で、オネストジョンの空軍機動演習、また3月16日には、ヨナバル飛行場で発射直前と記されたオネストジョンの記録がある。また1957年10月、アメリカ国立公文書館に記録されていた、大規模演習では、ヨナバル飛行場や普天間飛行場を奪取すべき。 目標とする核ミサイル戦闘訓練をしていたことが記されている。ありがとうございます。